南種子町の種子島宇宙センターでおととい、報道陣向けに公開された小型月面探査機スリム。高さ 2.4 メートルで、縦 1.7 メートル、幅は 2.7 メートル。月の赤道付近にあるクレーター周辺への着陸を目指します。宇宙航空研究開発機構 JAXA によりますと、これまで月への着陸の精度は、狙った場所から誤差が数キロから十数キロだったところ、スリムは誤差100メートル以内の着陸を目指しています。着陸後は月の岩石の組成成分を分析する予定だということです。さまざまな方のいろんな思いの詰まった探査機になります。これから打ち上げて、それから運用というところ、もう本当に最後のフェーズに我々差し掛かることになりますので、気を引き締めて着実な成功を目指したいと思っておりますので、ぜひ応援をいただければと思います。月への着陸が成功すれば、日本では初めてで、世界では4カ国目となります。スリムは南種子町から、今年8月以降の打ち上げが予定されている H2A ロケット47号機に搭載される予定で、3月に打ち上げが失敗した新型主力ロケット H3 の影響で、当初の5月予定から延期されています。